はい、ねふぶさん、ねふぶさん、暇？暇なら暇通話しようよ。ふぶさんは早起きなんだよ。うん。あ、ふぶさんあれが昼からコラボだからっつって早く起きちゃった感じ。かわいい、やば。ふわもこふぶあります？おい、ちょっとすみませんよ、ポルカ聞いてないよそれ。ちょっとふぶちゃん、ちょ、おい、ふぶき、ふぶき、俺それ聞いてねえから。おい、おい、どこだ、ふぶきのバカ野郎は。バックルームやんの？あ、何も聞こえねえや。終わったわ。そう、あ、待って待って、プッシュトークになってた。プッシュトークになってた。君スマホからかけてるからプッシュトゥートークになってるんでしょ。あ、どうもプッシュトゥートーク。おい、バックルームをまさかふわもこにやらせようってんのかい。じゃあふわもこから やりましょうって来たんだよ。ふわもこからやりましょうって来たの？ほら、怖いもの知らずのワンコだぜ。は？ポルカ誘われてないんやけど。おかしくない？俺もフワモコフペポルでファズモフォビアとかやりてえよ。あ、それはやろうじゃん。うん、ファズモフォビア。そうだよ。それはさ、おかしいじゃん。だってバックルーム。おい、ちょっとまず原点に戻ってふぶき。バックルーム一番最初にやったの誰だ？ポルカさんですね。ポルカさんなんですよね。これ。そうですね、これポルカさんなんですよ。わかりますか、この意味を。なぜふわもこふぶポルではないという、なぜなんでしょうかね。まあでもポルカってふわもこのお姉ちゃんみたいなとこあるから、まあなんかあったらなんかふぶちゃんになんかされたらちゃんと言うように言っとくわ。いつの間にそんな設定になったんだよ。いやいやいや、もう公式、公式ポルでお姉ちゃんって呼んでいいですかって言われたから俺。